外国人観光客に帯城下町にある店舗の紹介をしようと、日南新徳高校3年生が英語版のチラシを作成しました。帯に来られた外国人観光客の皆様に今まで以上に楽しんでもらえると嬉しいです。どうぞご家庭をご活用ください。完成を記念して商業科と経営情報科の生徒たちが帯城下町保存会へ英語版のチラシを贈呈。英語版のチラシは外国人が城下町の施設を散策しながら地元の商品や食べ物などを知って楽しむことができる帯城下町食べ歩き街歩きあゆみちゃんマップと一緒に活用できる仕様です。今年の4月から授業の中で翻訳と作成をした高校生は、最近クルーズ船の来航に伴って帯に観光しに来る外国人観光客が多いと聞いたんですけど、英語版のあゆみちゃんマップがないということを知り制作しようと思いました。表面では道の名前や正しい施設の位置などを苦労しました。裏面では短くて分かりやすい英文に直すところが苦労しました。これからはあゆみちゃんマップを使ってもらい、帯の魅力をもっと知って外国人観光客が楽しめるように活用してもらいたいです。2009年からスタートしたあゆみちゃんマップの利用者は7月13日に25万人を達成しています。